どうも小瀬です。今日はポリッシュで地爪にネイルをしていきます。17年ぶりにポリッシュでネイルアートを始めて3回目のアートになります。今日試してみたこと、1つ目、ポリッシュの上にセリアのアイシングジェルを塗りました。2つ目、球体のパールを2つに割って裏がタイルのパールパーツ作りました。では始めていきます。前のネイル外しました。ジェルアレルギー持ちの私なんですが、使っても大丈夫なジェルかどうか確かめるために粘土ジェルを使ってみました。キューティクルケアは済ませたので、エタノールで油分と水分を拭き取ります。ベースコートとして OPI のネイル鉛筆使います。これ使うとすごいネイルの持ちがいいような気がします。薬指も塗って、中指も塗って、人差し指も塗って、もちろん親指も塗ります。親指を塗り終わる頃には小指も乾いてます。ということで、小指からパラドゥのミニネイル、シャイニーウィングス塗っていきます。小指、薬指、中指、人差し指で親指。小指乾いたかな、触ってみます。ちょっと指紋がつくな。2分ほど待って2回目塗ります。ちょっとだけ肌についてしまったので爪楊枝でさっと取ります。薬指、中指、人差し指と塗って親指塗り終わりました。もう一度 OPI のネイル塩ビ塗ります。小指の後、薬指にスタンプしたいと思います。ボーンプリティのプレート、100均の濃密のポリッシュ使います。プラスチックカードでさっとこすって、シーンのスタンパー、これを真上からブニーンと押します。ネイル塩ビ、中指、人差し指、親指と塗って、さっきスタンプした薬指にネイル塩ビ塗ります。あ、そーっと塗れば大丈夫かなと思ったけど、ネイル塩ビ引きずってしまいましたね。でも直さずにこのまま行きます。極力そーっと。エタノールで端っこの処理をします。とりあえずこれぐらいで置いとく。全部の指にセシェビと塗ります。小指、薬指飛ばして中指、薬指はさっきネイル塩ビ塗ったばっかりなので飛ばしました。人差し指にもセシェビと、そして親指、戻ってきて薬指にもセシェビと塗ります。あー、さっき引きずっちゃったのが悔しい。除光液で最終クリーニング。ここで一旦左手のアートはやめて、今度は右手にアートしていきます。左手と同じ工程でピンクのポリッシュを2回塗ったところまで、薬指にスタンプしていきます。プレートは使ったらその都度除光液できれいにしてから使います。真上から押します。プニ、爪の周りの浮いたところはちゃんと押し当ててくっつくようにします。スタンプした面がにじまないように、今度はこのトップ&ベースコートを塗ってみたいと思います。これめっちゃ昔に買ったのでものすごく粘度があるんですよね。これだとにじまない、でも糸引く。今度スタンプするときはこちらの動画で紹介した裏技を使おうかなと思います。今回使わなかったのはすっかりそのことを忘れていたからでございます。この後全部の指にセシェビートを塗りました。右手と左手と今こんな感じです。この後仕事行って帰ってきてからまた続きやります。その頃にはポリッシュかなり乾いてるっしょ。
はい、仕事から帰ってきました。ただいま。中指と人差し指にアートします。セリアのアイシングジェル。ダイソーの細筆で細い線を描いてきます。でも透明だから見づらいね。描いてる自分も見づらいです。あ、右手に手袋するの忘れてる。人差し指にも線を描いていきます。アリエクスプレスで買ったボンプリティのミラーパウダーこすりつけます。セリアのアイシングジェル、こんな風にザラつきが出るんだよな。むー。人差し指も構わずこすりつける。余分なパウダー払ってきます。払ってきました。まだ完全にパウダー取れてないけど、このまま進みます。キャンドゥのトップコートでなぞっていきます。キャップはブルータックでテーブルに固定してあります。次、人差し指も同じようになぞっていきます。余分なパウダーをエタノールで取っていきます。でもこれあんまりガシガシやっちゃうとポリッシュが溶けてくるんですよね。様子を見ながらパウダー取っていきます。で、セシェビートで完成させます。はい、これで乾燥させて終わり。親指も同じような感じでアートしました。セシェビート塗っております。だいぶ生え際から離れちゃったな。左手完了。右手はね、こんな風に手間がける気力がなかったのでパール乗っけます。今日はまん丸のパールじゃなくて裏が真っ平らのパールが欲しかったので自分で作ります。小さいまん丸のものを真っ二つに切るのって結構難しくって、こんな風につるって滑ったり、ピンセットで押さえるのも難しいのよね。ずりで、こうします。牛乳パックにブルータックを薄めに貼り付けます。ブルータックの上に一粒乗っけて、よく押さえて固定して、その上から切ります。いきなりザクッと切ろうとするとこんな風に滑っちゃうので、落ち着いてデザインナイフを一旦パールに押し付けたら、ゆっくりそのまま下にゆっくり押します。ちょっと真ん中ずれちゃったけど切れたよ。6対4くらいになっちゃったかな。じゃあ大きい方は中指に使って、小さい方は小さい人差し指に使おう。適材適所。もうちょっと大きめのパール切ります。この辺でえいや。お、今度はちょうど半分に切れました。多分ね。じゃあこれ親指に使います。ドロンドロンのトップ&ベースでのり付け。手作りピッカーでピックアップ、ちょん。このピッカーの作り方の動画のリンク概要欄に載せています。この後セシェビートでコートします。セシェ塗るとテッカテカになるよ。ちょっと匂いがきついんですけどね。あ、ちょっと指についちゃった。後で拭こう。爪楊枝でグイン。あと人差し指と親指も同じように塗って完成です。本当はもっと爪の生え際ギリギリを攻めたいんですけど、セシェ塗るとどうも縮むんですよね。ま、ぼちぼち頑張ります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。ではドロンします。